オーストラリアアマゾン輸出、無料スカイプ相談。本業の稼ぎだけでは、老後の蓄えを作るなんて無理。しかし、家事や仕事が忙しくて、副業する時間は取れない。そんな悩みを持つあなたに朗報です。日本の商品をオーストラリアアマゾンで売れば、本業並みに稼げるチャンスです。私の使命は、初心者でも稼げる副業を教えること。せっかく稼げる情報を見つけたのに、何の行動も起こさない人がたくさんいます。4月30日まで無料スカイプ相談受付中です。こちらにメールアドレスを入力して、まずは無料でスカイプ相談を受けてください。私のサポートを受けて稼いでる会員さんの実績のご紹介動画です。実績1、アマゾン輸出開始11ヶ月で月売上3万ドル、利益9000ドル。飲食店オーナーがコロナで営業自粛中にアマゾン輸出に取り組んだ結果です。こちらは実績2、月売上1万ドル、利益は3000ドル。九州にお住まいの割とブラックな会社勤めの会員さんの実績です。実績3、売上1万ドル、乳幼児の子育てをしながらアマゾン輸出に取り組む会員さんです。実績4、売上2万ドル、長崎県にお住まいの失業中にアマゾン輸出を始めた会員さんの実績です。実績5、月売上5万ドル、中国にお住まいの会員さんです。サポート内容と費用。輸出ビジネスというと、英語や商品知識が必要で面倒くさいと思うかもしれません。独学で始めると、初めの一歩を踏み出すまでに時間がかかり、何をすればよいか分からず途方に暮れることがよくあります。このサポートは、パソコンを使って稼ぎたいけど何をすればよいか分からない、そんな昔の自分自身が欲しかった、初心者相手に細かいことまで何度同じことを聞いてもきちんと答える、使いやすい副業サポートです。スカイプまたは電話、チャットワーク、メールマガジン、サポートサイトを利用して、初心者が月30万円稼ぐために必要なことをすべてサポートします。サポート費用は55万円です。内訳は入会金22万円と、月額サポート費用6ヶ月分の33万円、7ヶ月目以降は月額3万3000円が課金されます。もしも継続を希望されない場合、課金停止できます。サポート受講を決めましたら、メールアドレスを登録してください。メールアドレスを登録後、メールを差し上げます。ご都合の良い日時に45分間のスカイプ相談をお受けください。サポート内容の説明と、きちんと稼ぐための素直さとお金があるか確認させていただきます。もしかしたらあなたはサポートを受けられないかもしれません。サポートを受けるには次の3条件を満たす必要があります。1、仕入れ資金20万円とサポート費用55万円、合計75万円必要です。75万円をすぐに用意できない場合は難しいのでご遠慮ください。2、クレジットカードをお持ちであること。3、アドバイスをすぐに実行する素直さがあること。上記3条件をクリアしていれば、一生稼げるスキルを身につけるチャンスです。期間限定の募集になりますので、今すぐご登録ください。メールアドレスを登録して無料相談を受ける。まずはこちらにメールアドレスを登録してください。なお、今この動画を YouTube で見ている方は、YouTube 動画のこの欄には登録できませんので、YouTube 動画の説明欄にある URL をクリックして、この申し込みページからメールアドレスを登録してください。Amazon サポーター、堀秀夫でした。